黒森峰男です。ロン・デサンティス候補が大統領選からの撤退を発表しました。ニューハンプシャーでの予備選でニッキー・ヘイリーよりも低い数字になった場合、彼は選挙を諦めるのではと予想されていましたが、実際の投票が行われる前にすでにヘイリーには勝てそうもないという見通しになっていましたので、23日の投票を待たずこの時点での白旗ということになったようです。デサンティス候補は今後はトランプさんへの支援に回ると宣言し、トランプさんもこれを快く受け入れたようです。まあ予想よりも少々早かったですが、なるような形になったということでしょう。ところで同じ1月23日、同じニューハンプシャーでは民主党の予備選も予定されていますが、昨年12月、なんと民主党の全国委員会はこのニューハンプシャーでの予備選の結果を認定しないと発表しています。ニューハンプシャーでは白人が多すぎるので不公平だというのがその理由なんですが、実のところはここではバイデンの支持率が低いことが分かっているので、予備選したくないと、ここでやりたくないということのようです。なのでバイデンはニューハンプシャーの予備選には立候補していません。しかしニューハンプシャー民主党は全国委員会が認めても認めなくても自分たちは予備選をやるということを決めています。投票が行われる以上は報道されますよね、結果がね。バイデンが立候補していなくてもバイデンと書いて投票すればカウントされますから、票は集計されます。何票集まるか楽しみですね。このように共和党民主党の両党はそれぞれの州で予備選を行い、夏にはどちらも大統領候補が正式に決定されるのですが、バイデンのあまりの不人気ぶりに夏前に体調不良などの理由をつけて別の人間に置き換えられるのではないかとの観測も広まっています。別の人間とはバラク・オバマ夫人のミシェル・オバマです。ミシェルはシークレットサービスよりも肩幅は広いですからね。フットボールには向いてるかもしれませんけれども、大統領はどうでしょうか。というか何一つ政治経験もありませんし、スピーチができるようにも思えません。いよいよ末期症状なんですかね、民主党。またお会いしましょう。黒森峰男でした。